落ち葉などを組み合わせてしおりを作るイベントが鶴岡市の加茂水族館で開かれました。加茂水族館は飯豊町にある県の施設源流の森と連携協定を結んでいて交流イベントを開いています。今回は源流の森周辺で採取したホオズキやイチョウ、カエデなどの葉を使いしおり作りです。今日は親子連れなどが参加し、いろいろな葉を組み合わせて海の生き物を形作りました。思い出になるんじゃないですかね。ここに可愛いと思います。よくできていると思います。すごい材料をたくさん使っていろんな表現できるんだなと思って素晴らしかったです。交流イベントとして来月は源流の森で海ごみワークショップが開かれます。